お疲れ様です。キリンビール一番搾り超芳醇期間限定みたいですね。限定醸造、いつまでかって調べたけどようわからんですね。いつまでかは秋ぐらいちゃいます、知らんけど。いつまでかはわからないです。どうでしょうか。今週もお疲れ様でした。はい、もちもちクレジーもちーたっぷよっぱいちゃりぱい金玉ほいほい。そう、初超芳醇いただき、甘い、甘みもうラガーに慣れすぎてるから苦味が全然ないというか、ま、めっちゃ甘い、飲みやすい、飲みやすい、芳醇とはよく言ったもんで、味は濃いけどすっきり、濃いな、ちょっと甘いかな、甘すぎるかな甘い感じ、甘みのある、つまりのラガーとかクラシックに慣れてるからそう思うかもしれないけど、すごく甘く感じますね。すっきりしてて、でも味がめっちゃ濃くていいですね。濃いのにすっきりっていうね。発泡酒だと脱水からすっきりやるけど、濃さがないから物足りないんですけど、すっきりしてるのに濃いっていうね、最高やね。今までに味わったことのない、味わったことないことないけど、普段の一番搾りの上位効果っていうか、より濃いというか、そうやね。で、より甘い。ぜひ見かけた際は、買ってみてください。限定なんで、いつまでなんやろうね。